こっちか。あ、Welcome to Gundam Online。どうも、しびです。かっこいいですね。ガーベラテトラ会。今日ガーベラガーベラです。ガーベラ2期でございます。ガーベラテトラとガーベラテトラ会とコラボです。早いね、やっぱこいつはね。いけ、あの3発使っちまった。まあ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 、相手のコスト高いんです。出撃する機体を出撃する機体を指揮官から指示が届いている。痛えって感じです。まあ、最近減ってきたんでね。まあまだいますよ、だいぶいますけど、まあ、だから減ってきたでしょ。今赤い外しました。最近赤多いんだよな。え、別にそうでもないか。結構いろんな色ありますね。まあ、ガーベラまだ多いですね、技術的にはね。ガーベラ進行ありますか。というわけで今回カイとお友達なんで、あ、コラボしますね。参戦でございます。まあ実弾でも戦えるんで、ビームコーティングモティにも、モティにも、モティ、モティ。ビームコーティングモチにも結構立ち回りしやすいというのも大きいのかなという気がしますね。うわ、出た！すげえ、モリって言ったね。これは、はい、本当にこいつは面白いのが、高度が落ちないですね、全然ね。一旦起動するぞ。自分補給艦が誘導地点に到着した。指揮官から指示が届いているぞ。来てますね。いいタイミング、レーダー素晴らしい。何より回収拠点を占領しました。敵軍補給艦ビーコンが発見された。おざかしい、潰せ。指揮官から指示が届いているぞ。あとは内臓で手数が結構あるってことでしょ。これさ、これぐらいは集めた方がいいんじゃないかな。あ、取れねえんだろ。みんなやってるけど取れねえんだ。実は取れなかったコンテナ即死亡。本当に死亡のうちだった。レーダーぐらい問題じゃねえ。この機体まだ調整の余地が。まあ実弾でもこれだけ火力出せるからね。補給艦の誘導艦、敵補給艦ビーコンを破壊した。開けぐらい。何だってんだよ。ナイスショットですね。戻ろう。ミノフスキー粒子量減衰。見えます。レーダーが回復したぞ。連邦軍のペガサス級を確認。星の風作戦を開始する。確認続け。
これね、デイリーあと2個壊したいんですよ。だからこんなところウズルしてるんですけど、なんかノラの、ノラでさっきの前行ってたんですけど、ないかなーって、あいつ潰してまあね、助けられなかった。補給艦の誘導頼む。対空砲とかねえかな。いいんだよ、その辺に3つぐらい置いてくれ、対空砲。2つでいい、2つでいいんだ。対空砲じゃなくていい。ここはちょっとライン的にあんまり。指示が届いているぞ。よろしくね。この拠点は俺に任せる。補給艦ビーコンが破壊され、自分補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導艦、まあ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 、あーレーザーしたやん。グラマダブゼットは潰していかないといけないんだ。自分補給艦は誘導地点に到着した。あー、壊したかなと思ったんだけど、残念。ダブルとか出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。敵は毒だ。いや、今の、まあ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 、やっぱガブレットの回もいい、いいってやつな。オールエンジンに行けるっていうのも強みですし、制圧できましたね。これダブルっぽいぞ。敵戦艦の破壊に成功したぞ。榴弾はここから届くんですよ。敵軍が発見された。指揮官から指示が届いているぞ。俺攻めるけどね。これは危ない、危ない。何をしてる、危ないよ。それフォローできない、フォローできない。2個壊してるんだよ。花浦ちろやりたいんじゃなくて、俺は2個壊させろよ。待ってる相手にね、いつも仕方ない。間違いになった時は我慢した方が勝ちなんで、俺はそれがしたいんじゃねえんだ。ワイ来てるし、おお、来ると思ってたんだ。敵のミネスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化される。指揮官から指示が届いているぞ。回収を優先させましょう。このまま次を狙う。敵の空間ビーコンを破壊した。補給艦の誘導を頼む。回収を優先させましょう。ちょいかな、正しくない。移動したことをこちらに処理。ああ、これを壊し、いや、壊したらダメなんですけど。回収を優先させましょう。アイスクールのガキだって持ち手なしだぞ。ミノスキー粒子量減衰。レーダーが回復した。
ルートがねえな。今のはあえてロックしないパターンですかね。アイザック、久々に。まだだ、まだ十分ではない。回収を優先してまいりましょう。指揮官から指示が届いているぞ。自分補給艦が誘導地点に到着した。これは攻撃を、いつまでもひよっこや証明ことじゃない。これはもう行った方がいいね。補給艦から指示が届いているぞ。自分補給艦が誘導地点に到着した。敵の誘導地点に到着した。強いな。野球が敵の方があるんで。こうなるとね、上結構不毛なんですね。自軍補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導を頼む。なんだか胸が熱くなりますね。自軍補給艦ビーコンが破壊された。指揮官から指示が届いているぞ。敵補給艦ビーコンを破壊した。てめえの顔は絶好調だね。まあまあ惜しいですよ。出撃する機体を出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いている。敵補給艦ビーコンを破壊した。自軍補給艦ビーコンが設置された。このマップはというかジオはですね。補給艦の誘導ため。これジオがいなくなったら今度は逆に膠着マップになるから、マップになんか違うと今度はまた膠着回みたいな感じになるんですよね。それをどうするのかなと思ってはいるんですけど、だから機体で調整しようとするとね、システムで変えるしかないよっていうのは。そうです。ジオが本拠地攻撃能力なかったら使わなくなるだけなんです。それをどうするのかなと個人的に気になっているということがあります。レーダーぐらい問題じゃねえ。このクラスの機動力あるといいですね。どっちもしたいね。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。これ届かない。敵補給艦ビーコンを破壊した。まあバトルエリアがいいかな私はね。あとここはもうちょいアクセスがいいといいですね。ちょっと郊外すぎるんですよね。ここアクセス悪いよ。郊外都市みたいな感じですよ。タイミングは私出撃する機体を選び、出撃する地点を決めるのだ。
指揮官から指示が届いているぞ。焦るなよ。作戦時間が残り5分を切った。今は慎重に行動するのだ。通勤に時間かかりすぎみたいな。通勤通学に時間かかりすぎて満員電車なんだよみたいな。あるじゃないですか、そいつ。安いか。仕方ないんですよ。リアル事情的にもうどうでも、ちょっと話がどうでもいい話。それた。それた。いつものことだ。通常。その程度の攻撃。どこを見ている。敵呼吸管ビーコンを破壊した。したかよ。この程度。違った。ここでした。あと1個なんだ。そのためにガーベラスだったしてた。魔の定義ですよ。これここはまあちょっと防衛を意識しつつ、まあ、フラマーをしっかりと潰すっていうのは本当に大事ですね。コスト高いんです。出てこないですからね、今の時間で。いい揺さぶりですね。素晴らしいです。どこを見ている。オレガンとに回収いたしました。敵から指示が届いている。敵地の本館に行くことがない。作戦機関を持ち込んでいる。敵の持ち込んでいる。目を閉じなさい。私の輝きが増しますから。自分の地点に到着した。出撃する機体を選び、出撃する地点を決める。指揮官から指示が届いている。時間がないパターン。まだけど大丈夫。最強の初めてのやるから。来るな。来るな。研究の成果が出た。状況予測がダイレクトだ。来ないな。戦いは一瞬で決まる。呼吸管の誘導可能だ。呼吸しかねえ。ミノフスキー粒子量減少。やられてしまったミス。そしたら神がやばいやばい君中央やばい。出撃する地点を指示する。から指示が届いている。どうした。俺当たるんすか。あれ今の当たるんすか。何に横の範囲で広いね。あーやばい。なんというゲームだ。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。作戦時間が残り1分を切った。出入りが終わんない。指揮官から指示が届いているぞ。やめしかない。そろそろ収穫を始めるとしよう。自分の意識は低い。いや、いい攻め。屋上あそこで取っておけばっていう感じだったんですけど。自分の意識が激化された。このぐらいなんだっつうんだよ。1個壊すことしか考えてない。やめろよ。ああ目の前。もうしかない。あと1分。これ紹介しない。しゃあない。出撃する機体を選ぶがいい。
いやだけど敵の揺さぶりも中央かと思ったら北に来てたんで素晴らしかったです。あー最後もうやだ、出入り設置出入りダッシュ出入りほんとやめて。我が軍の敗北だ。それに振られるの、出入りの形を変えてほしいな。ポイントでいいと思う。ダッシュは本当になんかクリアできますからね。そんな感じでございます。いやー最後の突然素晴らしいですね。中央見まあ上は行ったんですけど、上であれ維持できるかと思ったけど意外とあれですね、そのままパッて取らしちゃったのもったいなかったなっていう感じです。いやもうほんと嫌だこの出入り、これとダッシュ勘弁してくださいよ。お前はよ、そんな感じでございました。いやそこでガーベラテトラ海があのパージムの時にいればもうちょい防衛力あったんですけど軽く足りなかったな。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。